1798年のオーガスタス・フレデリック王子。1801年に、父上寺賛成によって、サセックス公爵、インバネス伯爵、アークローダン爵に譲されたインバネス伯爵は、イギリスの伯爵位。最初に、創設されたのは1718年、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートが第七代機能る、伯爵トマス兵の三男・ジョン・ヘイ・ブ・クロムリックスへ、 スコットランド貴族として与えたものであった。しかし、ジェームズの即位はイギリスでは認められていないため、この借位も認められていない。このような名誉革命後に、ジェームズ2世及び7世やその後継者によって創設された借位は、ジャコバイト貴族と呼ばれる。ジョン兵は1727年にインバネス公爵へ少女されるが、1740年に死し,しなく死去したため、 これらのジャコバイト貴族爵位は断絶した。この爵位は、連合王国貴族としては、イギリス王室の聖員に対して、従属称号として何度か創設されている。まず1801年に、ジョージ3世のムツオオーガスタス・フレデリック王子が、サセックス公爵へ上される際に、インバネス伯爵とアークローダン爵も授けられた。彼の二度の結婚はいずれも、 王室結婚令に反しているとされた。このため1843年のオーガスタス・フレデリックの死去において、借位を継ぐべき着室氏はおらず、軽室のセシリアもサセックス公爵夫人や王子妃の儀礼状合を称することはできなかった。ただしセシリアは1840年にビクトリア女王から自身の権利としてのインバネス公爵を授けられている。 二度目の創設は1892年、ウェールズ公、アルバート・エドワード王子の次男、ジョージ王子に対して、ヨーク公爵、キラニー・男爵と同時に与えられた。彼は1910年に、ジョージ五世として即位したため、爵位は王位へ統合された。続いて1920年、ジョージ五世は、自身の次男である、アルバート王子をヨーク公爵にョスにあたって、インバネス伯尺及び、 キラニー男爵も授けた。1936年には彼もジョージ6世として即位したため、爵位は再び王いへ統合された。1986年、エリザベス2世は、次男のアンドルー王子をヨーク公爵、インバネス伯爵、キリリー男爵に助した。ナンバー15,429。 ザロンドンガゼット21ノーベンバー 1801P14032014 年8月9日閲覧 No.19842 ザロンドンガゼット31マーチ 1840P8582014 年8月9日閲覧 No.26291 ザ・ロンドンガゼット25名 1892P31372014 年8月9日閲覧ナン一万1 3 6 0 2ザ・エディンバラガゼット 701920P13792014 年8月9日閲覧ナン五万5 6 1 2 ザロンドンガゼット29時来千九1986 P9975 2014年8月9日閲覧ありがとうございます